お久しぶりです。ヒデチャンネルのヒデでございます。今回はね、モンスターハンターライズサンブレイクやってまいります。ですね、今回はですね、混沌にうめくゴアマガラ、こちらを買っていきます。無料タイトルアップデートで、盟友と一緒に、狩りができるようになりまして、やっぱ楽しくなりましたね。はい、今回はこの2人でいきます。今盟友がいると、ヘイトが分かれるもんで、まあ、倒され、まあ、こちらがやられにくいというところが、いいでしょうね。最近もう怪盗級クエスト、まあ、高いと、簡単に、死んでしまうので、まあモンハン離れが加速したところ、まあうまいこと、アップデートしたんじゃないかなと思います。まあ盟友と行くとやっぱり一人じゃないっていう感覚も強く、今後のモンハンに、いい影響を与えてるんではないかなと思っております。昔の、モンハンにはあったらしいですけどね。なんだったっけな。わかりません。思い出せません。私は直接やっていなかったもんでね。はい。まあまあ、こちらを、楽しんでやっていきたいと思います。はい。ずーっとこの、モヒカンの、重ね着してたもので、早く違う格好にしたいなという思いもあって、まあ動画を撮ってるわけですが、ね、なるべく、ガーマルチョバに似てるかなというふうにしてみて、まあ似て非なるものもあるんですけども、そこら辺も楽しめるのは、モンスターハンターライズじゃないかなと思います。ね、やっぱり遊んだ者勝ちですから、やっぱり早く狩るだけが目的ではないかなと思います。ゲームのみならず、コロナ禍も少しずつ収まりつつあるので、YouTube 離れも、進んでいるみたいでね、有名な YouTuber さんも、収益が減ったとか、まあ今年いっぱいとか、まあそういう方も、多くいるのじゃないかなと。まあ一握りの人はまだまだいけると思いますが、稼げると思いますが、ね、私なんか収益化すらままならない状況でございます。まあそういう YouTube もですね、今後も、続けてはまいります、ね、YouTuber として、続ける方は少なくなると思いますが、YouTube は残ると言われておりますね。まあ僕も長く YouTube と、楽しんでいければなと常々思っておりますので、
お付き合いいただけたら、最高かなと思いますね。はい、ではそろそろ、狩りに参りますかね。もうスタンバってますね、二人がね。はい、盟友が、送流してくれるので結構楽ですよね。でもいいところです、盟友の。今回のアップデートの、3モンスターですけど、その装備的なものなんですけど、私は海克服シャルダウラの風まといが、お気に入りですね。とはなかなかにリスクが高くてですね、私には使いこなす自信が全くございません。
い、音声も入ってるんですけど、ちょっとゲームミュージックが大きかった場合、まあ私の声は聞こえないですが、まあまああまり皆さん必要としてないと思うんで、まあいいんですけど、ね、盟友と一緒に借りに行くと、いつでも爆破できるよ。案外尻尾が切れるんでね、楽しいですよね。まあ頑張って尻尾を切りに行きますよ。取り置きがすごいですね。取れましたね、切れましたね。お前の志は本物なんだ。
ら、落とし穴、落とし穴効かないんですか。助かったぞ。思ったより時間かかっちゃってますね。まあまあこんなもんでしょう。なかなかいい景色だ。やはり自然は美しいね。素晴らしい成果です。もうすぐ終わると思いますけどね。どんどん離れていく。まあこんなもんですかね。里の噂通り、やはりただものではなかったのですね。そう言われると照れてしまうよ。噂だって、待ってくれ、それはいつから。こいつのレア素材がなかなか入らなくて、何回もやった記憶がございますね。はい、よくやった。素晴らしい。さすがです。そしてね、こうやって盟友と一緒にこのジェスチャーっていうんですかね、いい感じだ、よくできました。こう楽しめるんですよね。再開を切る。これは、ね、非常に楽しいですよね。こういうのはすごくいい点だなと思いましたね。はい、この重ね着とも今日でおさらばです。また新しい格好でお会いできると思います。はーい、やっぱり、レア素材は出てないですね。はい、こんな感じですね。以上、ヒデチャンネルモンスターハンターライズサンブレイク、混沌にうめく小浜から以上になります。またお会いしましょう。ありがとうございました。